皆さんこんにちは、モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元です。はい、そうですね、もともとモンスターハンターの開発スタッフがこのエグゾプライマルの開発に関わっているということもありまして、開発チームの方で発売後のタイトルアップデートの内容を検討してたんですけど、まあ、自然とあのモンスターハンターが候補に入ってきた感じですね。はい、まずはですね、リオレウス、ネルギガンテ、キリンの装備をですね、まあ、いい感じにエグゾスーツのデザインに落とし込んでもらったので、まずそれが一つ、見てもらいたいところでもありますし、そして何といってもラージャンですね、ラージャンの方はですね、なぜか装備じゃなくてスキンでの、実装というところで、面白いラージャンになっています。シリーズを象徴するモンスターであるリオレウス、こちらと、さらにランポスも登場するコラボミッションが、遊べるようになります。そしてですね、10人で協力して遊べるリオレースの討伐、こちらの方はですね、モンスターの痕跡を集めることでこのコラボミッションが発生します。さらにですね、条件を満たすことによってなんと BGM が英雄の証に変わったりと、モンスターハンターシリーズを遊んだことのある方に馴染みの深い演出が盛りだくさんのミッションとなっておりますので、ぜひご期待ください。エグゾプライマルをプレイされているファイターの皆様、2024年1月18日開始のシーズン3ではモンスターハンターシリーズのコラボコンテンツはもちろんですが、エグゾスーツの追加など盛りだくさんの内容になっているようですので、まだ遊んだことのないという方もぜひこれを機会に遊んでいただけたらと思っております。それではモンスターハンターシリーズのコラボミッションをぜひ楽しんでください。エグゾプライマルでも一狩り行こうぜ。